お米農家の田植えのお仕事を紹介します。ハウスで育てた育苗箱を剥がしていきます。育苗箱の重さは約7キロです。剥がした育苗箱をトラックの荷台に積み込みます。トラックの荷台に積み込んだ育苗箱を田んぼまで運びます。田植え機にトラックで運んだ育苗箱をセットします。農家さんが田植え機を運転し田植えをしていきます。育苗箱の補充を繰り返します。田植えの終わった後の育苗箱を田植え機から下ろします。育苗箱をトラックまで運びます。